電気住職三木大雲です、本日もですねコラボ会ということで、本日のゲストはですね吉井さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。吉井正夫です。よろしくお願いいたします。いや待望の、いやいや、もう私の方こそですよ。多分こちらのチャンネルの方知らない方もいらっしゃると思うんですけども、吉本興業で芸人をやっておりまして、はい、で吉井正夫の怪談を浴びる会という YouTube チャンネルをしてまして、はい、この度七不思議さんのご紹介ね、はい、そうコラボ、ちょうどたまたまちょっと七不思議さんのとこ行った帰りに、次が吉井さんだってお聞きして、ね、出待ちをさせていただいて、いや本当ありがたいですよ。ぜひちょっと、とんでもないです。たまたまちょっとあの千原ジュニアさんの番組でね、はい、ちょっとそうなんですよ、私が行けなくて代わりにやっていただいて、いやそうめちゃくちゃ変な感じでしたよ。ジュニアさんの2分59秒という番組で、はい、三木大雲さんが、心霊写真を4枚用意します、はい、それを吉井正夫がプレゼンしてください、はい、いや俺何のゆえも分からへんくて、はい、でもどうって言われて、はい、怖いですっていうのを取り切ったら優勝ですもんね。そうでしたね、ありがとうございました。さあさあさあ、というようなご関係でさせていただいて、どういう関係なんですか。でもようやく本当にもう私は結構チャンネルの方も見せていただいたりしてたので、はい、いやこちらこそですよ。いやいやいや、とんでもないです。もう弱小でぜひ出ていただきたいなと思ったんで、いや嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。実は僕もね、はい、ミキさんにちょっと相談したいというか、この体験は何なんだろうという話を今日持ってきたんですけど、はいはい、そもそもこういう心霊現象とか、そういったものを見るっていう時には、はい、あ、多分こういうことなんやろうなって、結局怪談って結びつきがあったりとか、それがたまたま偶然が怖いように重なって怪談になるってパターンもあれば、いろんなパターンありますね。どこに分類していいかわからない話を、はい、ちょっと僕の実体験で、はい、ちょっとお聞きし、はい、ちょっと聞いていただきたいんですけど、はい、これがですね、僕が高校時代に体験した話で、はい、その日がですね、まあ、夏前で1、2時間目が体育やったんですけど、はい、プールやったんですよ。はいはい、水泳の授業でもう1、2時間目からバッシャバシャ泳いで、はい、で3時間目が科学アルファの授業やったんですけど、うん、まあ理数が、はい、ちょっと眠たくなって、はいはい、私も気持ちわかります。わかるでしょ。でもう終わって、もうプール終わって、まあ、着替え終わって3時間目スタートってなったら、もうこの体勢ですもん、ね、はいはいはい、この体勢でもう始まってすぐ寝たんですよ、はい、絶対ダメですけど、はい、すぐ寝たらすぐ夢始まるんですよ、はい、助走なしで、はい、スッて寝てスッと夢が始まるんですけど、なんかその夢がね、なんかよくわからなくて、青年が立ってるんですね、はい、その青年っていうのがまあ僕と同じぐらいの年頃なんですよ、当時16、はいはい、7ぐらいですかね。でその青年がおそらく僕なんです。ほう、はい、夢の中での配役としてはその青年 A、 えそれが僕なんですよ、はい、っていうのも青年を引きで見たり青年の視点で僕は見れるんですよね。はいはいはい。で、その青年の視線の先には、5メーターぐらいですかね。おじさんとおじいさんの間ぐらいの男性の方が、バケツやと思うんですけど、はい、バッシャー、バッシャー、たまには柄杓で、バッシャーって、綺麗な、青い液体を、はい、バッシュって巻いてるんです。はい。本当に機械のように、はい、はい。バッシャー。ペンキみたいな感じですか？ペンキなんですかね。ほう。っていうぐらいの感じ。はい、はい、はい。それが、徐々に、青年の視点からしたら背中なんですけど、はい、徐々に体が開いていくんです。はい。僕というか青年を視界に捉えようとするんですけど、はい、夢ってやっぱ変な、ね、はいはいはい、わかります、ね、あ、視界に入ったらあかんって僕は思うんです、はい、プラスこの水、この青い水かけられたら終わりや、ほー、で怖くなるんですよ、はい、怖いと思ってて、あ、次の
このターン来たら俺視界入るぞ、うん、逃げなあかんって思った瞬間、金縛りにバチンってあって夢が終わるんですよ、はいはい、夢が終わるけど金縛りは授業中そのまま続いてるんですよ、はいはいはい、動かないんですよ。そしたら先生が、うん、あーなんだかねーって、はいはい、授業に戻っていくんですよ、はい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 、目が覚めてるんです。でも金縛りが取れないんですよ、うん、そしたら無言があって頭に衝撃が走るんですよ、はい、おそらく先生がパン叩いてるんですよ、はい、でも金縛りが解けないんですよ、ずーっと、やばいやばいやばいと思って一気に力入れて解こうと思って、はい、1、2、3、あ、無理、1、2、3、無理、はいはい、1、2、3、ぐわって起きたんですよ、はい、で僕がぐわって起きたら、はい、クラスメイトがわーって笑うんですよ、はい、変な起き方したから、はいはいはい、うわーってなって、いつもやったら、まあ、おちゃら系のキャラクターやったから先生が怒るわけなんですけど、うん、はい、その時先生がうわっで変な間があって、うん、笑い声終わってなんや今日はって言うんですよ先生が、はい、どういうことどういうこと、隣のやつに聞くんですよ、はい、そしたら僕がぐわって起きた前に、はい、二人同じ起き方をしてると、うわっ、でこれなんやなんやってなって、はい、金縛りあったんあいつらもって思いながら、はい、一人は怪談話とかした時に毎回ちゃちゃ入れてくるやつ、はい、お化けなんかおらん、はい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 、ええー、って言ってくるやつ男の子 で、ええ、でもう一人はクラスで声ほぼ聞いたことないぐらいおとなしい女の子、はい、でその3人がチラチラ見合うんですよ、はい、これ何や何や何や、ええ、でチャイムが鳴りました、はい、ってなったら別に仲いいグループでもないですよ、ええ、やのに教室の後ろに3人がゆっくり集まるんですよ、はい、で、お変な置き方したん。で、まず僕が顔に言うんですけど、はいはいはい、うん、つって。もうその後怖くて危険くて、シーンとして、誰も喋らん、なんか見つめ合ってる3人みたいになってる時に、はい、本当におとなしい女の子が、はい、青野って言うんですよ。ってなって、青野夢見たんですよ、青野夢見た、かけられそうになった、ってなってる時に、いつも茶化す、同級生、はいはいはい、何も言わないんですよ、ええ、お前ちゃうん、ええ、ちゃうやつって言ったほんまにちょっと黄色い感じで、ええ、顔面蒼白、はいはい、もう青ざめてる感じで、ええ、いや俺は青の液体巻いてたって、ってなって青い液体巻いてるやつ、僕青年、後々ちょっと学食行って3人で飯食おうってなって3人で、はいはいはい、その昼休みで飯食うんですよ、ご飯バーって食べてる時に、詳しく聞いたら、はい、おじさん僕、はい、役の青年、はい、女子も言った同級生の子はここの視点なんですよ、ここの視点の女学生で見てるんですよ、3人が同じ空間の夢を共有してるんですよ、はい、でこれ何ってなって、でまあ、茶化すやつが言うんですよ、もう怖さも冷めてきてる、はい、やあれやろプールの授業で、うん、プールって下水色やん、はいはい、それが頭に残っててあの水色が投影したんちゃうって言うんですけど、うん、ああそれやったらいいよなって思いながらそうよな、うん、僕はそっちに乗っかったんですよ、はい、そしたら女の子の方が一個共通点あるんだけどって言うんですよ、はい、何って聞いたら、うん、その子をこう自転車置き場ザーってあるんですけども、それじゃ置ききれへんから、はい、高校の近くに空き地があるんです、ね、はいはいはい、お墓さんがあって空き地がある、はい、で今コンビニとか建ってるんですけど、そこのスペースを間借りして、うん、生徒たちが自転車を置いてるんですけど、はいはい、ここはクラスと関係ないんですよ、でも1年生から3年生まである程度場所が決まるんですけど、うん、入学した時から僕が置いてるところ、ええ、その横におとなしい女子生徒、その横に茶化す男子生徒ってこの3人が偶然にも置いてるところが一緒やった、これなんか関係あるかな吉井くんって言われて、わからん、俺にはわからんっていう話を、はい、チャンネルでしたんですね、自分のチャンネルで、はいはいはい、そしたら、はい、今多分喋ってて違和感あると思うんですけど、標準語の女の子が一人いらっしゃる。はいはい。だからやっぱ、
チャンネル見てたら、はい、あの話したでしょ、はい、私だよねあれ、あれ覚えてるよっていう話で、はい、連絡が来たんですよ、あそうよな、うん、あごめんごめん勝手にしちゃった、うん、いやあれちょっと続報があって、おあのあと自転車置き場もちゃんと併設されて、あっこには自転車置かなくなったんだけど、はいはい、いろいろまず諸説があるの、うん、もともと古い戸があったんですよ、はあなるほど、で古い戸って使わなくなったら蓋するじゃないですか、はい、蓋するんですけど、うん、このなんていうんですかね、ちょっと土地を上げて、はいはい、銀の銀というか鉄のバタンって言って閉めてたんですよ、はいはいはい、それが今なくなって、おそこを埋めてもうコンビニ、ベースストアと駐車場ができてると、はい、っていうのがまずできた、うん、でその後駐車場が潰れるんですって、はいはい、駐車場潰れてあんまないじゃないですか、駐車場潰れて、また別のコンビニが来たんです、はい、でそのコンビニで淀川が近いんですけど、はい、淀川の河川敷で暮らされてる家のない方々がいらっしゃるんですけど、はいはい、その方が堤防を乗り越えて坂を下ってそのコンビニに行って、うん、自分の所持金の中から紙パックの1リットルのジュースを買いに来る常連さんがいたんですけど、はいはい、その方がその僕たちが置いてる自転車の場所、結構トリッキーな場所なんですよ、はい、そこで脱水症状でコンビニのジュースを買ったとそこで倒れて亡くなられたんですけど、これたまたまやなって僕は思ったんですけど、はい、その子が言うには、牛井くんさ、うん、あの撒いてた青い水あるじゃないですか、はいはい、あれブルーシートじゃないっつって、私久々に思い出した青が、はい、そのホームがない方が亡くなられた時に、ええ警察の方が、はいはい、ブルーシートかぶせてた、はいはいはい、あの色にめっちゃ似てないは、何が因果するのかがわからないんですけど、要素が何個かあるからこれ何なんやろうっていうのをミキさんにちょっとご相談したいなって。なるほど、解決したいです、これ解決したいですね、はい、な何ですか何ですかそれは違う、こっちが聞いてるんですよ、はい、いや要素はいっぱいあるじゃないですか、ね、私が夢の中によく出るんですよ、はい、これもツイッター見るとミキさん今日夢に出てきたっていうのめちゃくちゃあるんです、はい、でめちゃくちゃある中でももうお礼言いに来た人いるんですよ、それもミキさんこの間ありがとうございましたって言って、何かっていうと、あの某ショッピングモールでコーヒーご馳走してくださったじゃないですか、でいやいやそのショッピングモールで私そもそも行ったことないんですよ、でも会ってるんですね、でこれは現実にコーヒーいただいて、またじゃあお寺寄せてもらいますってありがとうございますってこの格好してたらしいんですけど、で帰ったとかっていうこともあれば、これはあのこんな夢見ましたっていう、まあちょっと蝶々に囲まれる夢を見た人がいるんですけど、私その人を後ろから見てるんですよ、あれ見てる、そうです、であのあ蝶々の夢僕も見ましたよと、確か家のちょっと古い昭和の家の前立ってはってって言ったら、その方もそうだそこ私の実家なんですってなって、すごい同じ話やんとか、これはね結構私あるんです、えじゃあこの夢の誰かの、例えばえ、うん、この巻いてる同級生の誰が主役か分からないんですけど、はいはいはい、そこに僕とその同級生の女の子が入り込んだっていうのが早いってことだと思いますね。でこのね、もしかすると、はい、青いの巻いてたの視線に入ってるだけで、はい、青年の視線に入ってて第三の人の視線に入ってるだけで、はい、その人が吉井さんとは限らないじゃないですか、はい、水巻いてたのもその吉井さんのお友達とは限らなくて視線だけって考えた時に、水を撒いてたおじさんがその亡くなったおじさんとは違いますかね。いやーそれがね、おじ見たっていうもちろん話したんですけど、いや私たち見てないじゃんと。ああそうっていうのも、この振り返られたらあかんっていうルール、あそうか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 、やったでしょ。ああそうかそうかそうかって俺もなって、はいはいはい、見てへんのかって。なるほど。
何なんでしょうね。いや、でもね、これね、はい、結構、後々になって分かることもあるんですよ。はぁ。それこそ、ほんと人生の、もう、終わりぐらいに、私が、だから、まあ、私よりもだいぶ年上の方から、こういう経験若い頃にしたんです。意味分かりますかって言って、全然分かんないです。が、亡くなられる直前に分かるっていうことがあって、実は今入院してるんですけど、病院で。ここ、あの夢、これでしたわみたいなのがあったりするんで、もしかするとこの先また分かる可能性もありますよね。もう一本いいですか。もう一本この流れでいいですか。あ、このまだ、はい、もう一個僕が本当に意味わからん体験、いろいろあるんですけど、はい、解決してほしいのが、阪神大震災、はい、1月17日、はい、1995年、はい、5時46分やったじゃないですか。はい、そうですね。で、僕、小学校5年生やったんですよ。うん、もうその時に、5時半ぐらいに目が覚めたんですよ。はい。待って目が覚めて、隣、障子挟んで、おかん。はい。で、こっちにテレビがある。はい。テレビ見るか、いやー、おかん怒ってくるな。はい。音消してゲームする。いやー、怒られるぞ。これどうするつって、寝返りバーって打ってて、おかん側を見ながら、はい。おかんが見てるけど、障子を見てるような感じだったんですけど、はいはいはい、そしたら、足元側にある、布団を入れてる、バッコンって開く、扉があるんですけど、そこの押し入れがバッコンって開いて、開いたって処理する前ぐらいに、ドン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 って足音が来るんです。はい、あ、強めやな。おかんとか怒ってる時に歩く足音や、ドン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 って。それも処理追いつかないまま目の前に長靴が見えるんですよ。で、そのまま上に視線を上げたら、安全第一っていうあの看板あるじゃないですか。はいはいはい。あの作業着とヘルメットをかぶってるおじさんが立ってて、右手に拡声器を持ってて、ゆっくり口に持ってきて、はい、じゃあ地震起きます、3、2、1って言ったらゴーゴーゴーって地震があって、その拡声器があるから、はい、じゃあの時におかんが飛び起きてびっくりして、はいはいはい、正直かって言って、なんや、2人とも見て、地震が起きて危ないっつって僕に覆いかぶさってきたんですよ。はい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 、で地震終わった後これ何やったんや、うん、っていう話があるんですけど、これ、はい、初めて喋るんですけど、こっから続きあって、今ね、投稿会談っていうのをやってて、はい、DM で、同じ体験してる人山ほど出てくるんですよ。で、私は安全第一の人じゃないんですけど、声だけで、地震です、地震です、3、2、1で5555とか、全員カウントダウンが3秒前からなんです。なんと。これ何ですか？これちょっと自分のチャンネルでもちょっと深く喋ろうかなと思ってるんですけど、めっちゃ多いです。むっちゃ多いです。これ、私、なりの答えが実はあるんですよ。え？はい。これ実は、はい、3、2、1、はいって、カチンコ、はい、を聞いたっていう人がいたり、実は、私もそれと似た情報めちゃくちゃ持ってるんですよ。で、その人はね、カチンコが見えたんですって。映画みたいな。はい。で、3、2、1でパチンってやって、そこに、続きがある人って書いてあったんですって。続きがある人？要するに、助かる人と助からない人で、終わってるかどうかっていうのがあったんじゃないかってその方はおっしゃってましたけど、その方も含めて、私も、少なからず数人に実は、同じようなお話聞いてるんですよ。これね、僕テレビで初めてした時に、嘘つけ嘘つけとか言うんですけど、はい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 、松本さんの番組やったんですけど、松本さんとかジュニアさんとかがうわーってなって、めちゃくちゃ怖いやんそれ、はいはいはい、つって、多分それの時に優勝したんかな、はいはい、優勝もしてて、でも誹謗中傷めっちゃあったんですよ、そんな、なんやねんその話、こんなんでテレビ出んなって言われたんですけど、で、めっちゃ封印してたんです、はい、で、この後の話はよくしてるんですけど、今になって、しかも、このタイミングでっていうぐらい、
9月入ってぐらいからバーって増え出したんです。はいはいはい。別にしてないんですよ、この話。はいはいはい。何の共通点と思って。なるほど。随時、投稿会談募集してるんですけど。何なんだろうと思って。でもね、一緒のような体験される方が多いのを、私は基本的に、まあ、ちょっと先ほどの会談だと私の感想になっちゃうんですけど、はい、私、極力自分の感想というよりは、はい、お経を見るんですよ、はい。お経に、例えば先ほどの話だと、青い水って出てきひんかなとか、はいはい。で、今のお話だと、誰かが自身を予測して知らせに来てるのか、はい、知らせるつもりはなかったけども聞かれたのかわかんないですけど、とかって調べていくと、ある一つのね、私は共通点というかがあるような気がしてて、はいはい、この世界って実は毛の世界って書いてあるんです。毛の世界。毛。で、空毛中っていう世界があるんですけど、この私たちが住んでる世界は毛、仮の世界なんですよ。おー、はい。ここって実はバーチャルリアリティな世界なんですよ。お経の中で。ちょっとこんな住職からバーチャルリアリティって。そうなんです、そうなんです。もうね、お経ってね、全部難しい漢語で書いてあるから、皆さんなんか、毛の世界とかってお坊さん言いますけども、うん、現代風に訳して言うとバーチャルリアリティな世界で、で、このバーチャルリアリティな世界がなぜあるか、なぜこれが存在するかっていう理由がずっと書かれてるんですけど、極端なことを言うと、私たちの持つ財所を消すための場所なんですよ。財所。財所。要するに、前世、前々世、前々世とかでやった悪いこととかが、全部消えると、輪廻転生しなくていい世界へ行くんです。だから今私たち輪廻転生繰り返しやってるんですけど、これずっとやったらもう地獄と一緒じゃないですか。しんどい目ばっかりやってる。でも、そうじゃなくって、これを断ち切ることができるんですよ。ということはですよ。ということは、断ち切った人たちがいるんです。もう輪廻転生してない人。この人たちは、この仮の世界を見ることができるんですよ。で、これを菩薩って呼ぶんですけど、正門円覚菩薩仏界に住んでる人たちは、仮の世界で、ああ、戦争してるなとか、喧嘩してるな、悩んでる人いるなとか見張るんですけど、もしかすると、ここの人たちが、カウントで、ああ、もうそろそろ毛の世界で、あそこ揺れるわと、いうことを、思ってられたことをキャッチした人たちだけが、そのカウントダウンを私聞いたんじゃないかなという。化身みたいなの送ってくれたんですかね、じゃあ。じゃないですかね、もしかすると。安全大臣の。ええー。めっちゃ調べたんですよ。この、周りに、自分の、言ったら、仕事してる人がいんのかなと思った、はいはい。にしては近すぎるじゃないですか。はいはいはい、はい。現代、平成とか、ええー。よくて昭和後期ぐらいの人間なんですけど、うん。一人もいないんですよ。なるほど。だからその説めちゃくちゃしっくりきますね。で、おそらく、このね、この、はい、まあ、お経を紐解くとですけど、その人たちってどこにいるのっていう。まあ、いわゆる私たちから、毛の世界の人間から見ると、神は仏の人たちなんですよ。その師匠道って言うんですけどね、正門円覚菩薩仏界の輪廻転生しなくていい人たちを、私たちは神だと崇めたり、いろいろするわけですけど、この人たちの居場所はどこですかっていうと、お経の中にもうね、襟の裏側ぐらい近いって書いてあるんですよ。こんな身近に。そうなんです。ところが、襟の裏ってなかなか見ないじゃないですか。はい、で、これに気づいたら、こんなとこにいてくれはったんですかって気づくんですけど、あえてこっちからは姿出さへんからねって書いてあるんです。気づくやつだけ気づいてねっていう。で、これが、実は輪廻転生の、まあ、仕組みなんですけど、まあ、これご覧の皆様がね、今日のお話で、ちょっと、学んでいただきたいというか、あれなんですけど、私たちっていうのは輪廻転生して、できるだけ人に優しく、で、人のために生きるように、何度も繰り返しするんですよ。で、例えば私も昔、すごくお金で困った時代があって、そのまま拗ねて、仮に私が、もうそのまま、拗ねたまま人生を送って死んだとしますね。来世また一緒の経験するんですよ。だから今ある苦しみは、その人が乗り越えるための苦しみなんですね。で、それ乗り越えないと、また来世で一緒のことになるので、で、また、多くの方がお亡くなりになられてますけども、この方たちを鎮魂するのも私たちの仕事ですし、それら一切全てを終えて、この世を去らないと、
またいつまで経っても輪廻転生するので、一つ一ついい世界に行けるように。なんか、だから、今日のお話ももしかすると、その、この世とあの世があって、このあの世に来るまでに、いろんなこと経験して、いろんな努力しなさいよという、なんかメッセージがごちゃっとしてあったような気がしますね。初めての見解ですわ、はい。そうですか。なんかしっくり、しっくりくるというか、まあ、そうか、って思っちゃいますね。だから、誰かから見られてる。で、これを見守られてると考えるかは、うん、反面、うん、監視されてるって言ったらおかしいですけど、うん、悪いことを陰でしても必ず分かってしまいますし、だから、いつも誰かに、亡くなった方たちに見守られてると同時に見られてるという意識を持って生活をしていただけたら嬉しいですね。いやー、ほんと。はい。ということで。ナイス説法でした。いやー、ありがとうございます。ということで、本日は、吉井さんにお越しいただきました。で、もう一度ちょっとコラボさせていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。で、ごめんなさい。吉井さんのチャンネルを。そうなんです。吉井さんの階段を浴びる会という、はい、週に4回、配信してるんですけども、そこに、三木住職もコラボで、はい、させてもらって、同じ時間に、はい、今行っていただければ見れますので、はい、もしよかったらご確認ください。よろしくお願いいたします。ということで本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。